将棋将棋の先方、拒否者拒否者船囲い急戦、詐欺の宮城石詐欺の宮城石は、将棋の先方。昭和50年代後半、プロ将棋騎士の青野照一が総案し、米長国夫がタイトル戦で連載したことで広まった。詐欺の宮の名称は、青野と米長が共に、東京都中野区詐欺の宮に住んでいたことに由来する。対島飛車左銀急戦の一種である。 島飛車側の3二銀型 Y、飛車急線4五歩早仕掛けなどの手段を封じ、逆に4五歩からの角交換などの手段を見て、銀の位置を低く備えているが、第一から一図の一飛車船囲い急戦基本図から、6四歩の高見のを目指す指し方では3五歩と仕掛ける山田定石が有力であった。以下同歩4六銀3六歩3五銀4五歩。 三三角成同銀に四歩同,歩同歩同銀、同銀同飛三三角に一飛なり二二飛同流同角という変化で、先手が一旦角なりを受けるとに八飛と先行され、三六歩の効果で桂馬が逃げられず、桂馬次々取られて、不利を被る。これに対して六八金上として、そこで六三金、または七四歩ならば、前述の仕掛けを決行し、 今度は六三金型ならばここかつら七四歩型に対しては六六桂と先手を取りながら角道を遮断できて飛車打ちを先行でき先手が戦える形勢である後手にも変化があるものの飛車先が突破できれば概ね先手互角以上に戦えていたこのため島飛車側も飛車先突破を容易にしない差し方を工夫するこれが三金または四に変えて 一四歩や五四歩とする指し方であり、これなら、前日の順からの五五形や六六桂が効かない。このため、今度は一飛車側が、基本図の六四歩からすぐ三五歩と仕掛ける順に、戻り、途中に四歩の前に一旦七七角と、自陣角を打ってから二四歩とする順を開発した。島飛車側も二四歩が来る前に六五歩や五四角、などの工夫をしていたが、この手段の他に、 基本図で64歩に変えて、先に54歩とする手段で対抗。これは7七角の際に5三角を用意した手であり、24歩同歩同銀に2 7歩に6歩の飛車先遮断を可能にした。これに対しても、山田定石では54歩で68金上と64歩の交換を入れず9七角と除く手段を用意し、以下8六角6八角6六銀。6 または79角66銀で引き角先方にして、飛車先突破を狙う手段を編み出す。ただしこれも、森安流の左翼を軽くかわす方法が編み出され、拒否者側の勝率がかんばしくなくなり、また、第1から4図のように64歩と54歩を先手陣の攻撃陣形が整う前に刺してしまえば、どちらも防ぐことができる。これについては、そもそも島飛車側が先手の場合、 通常の駒組進行で両方の負がつく状態になるため山田流は後哲いでは刺すことができない。このため後手哲いでのタイブリ飛車速攻作戦は第一から小図などのように棒銀が使われていたが第一から六図のように森安流の六七金が刺されるようになって島飛車側の対策が進んだ。以前は六七金では六七銀と刺し、 以下七五銀五五歩同角五六銀六五銀と指すことが多かった。第一から七図は、第一から六図から数手進んだ局面で、島飛車側は先手で三六歩が入っているので、第一から七図以下は七六銀七五歩なら六五銀同銀同形六四銀には六一銀があり、六二飛であると五二銀同金には二六角の活用がある。また、 第一から七図で六六角もあり、以下四四銀は五四銀六六角後五,五角の狙い、六五銀には一一角なりに二銀一二馬六六歩、六八金八九馬は六五桂から、飛車交換後に飛車を打ち込まれる。また、第一から五図の三六歩に変えて先手は七五、同歩もあり、以下同銀七六歩八六歩七五歩八七歩正、七六飛八二飛七四歩七二歩七,二歩七五飛と、 軽く裁かれる。また、4に銀型にして、早くに動いても4六歩を保留した状態で、第1から8図のような5七角マイナス6八、金型にされるほか、第1から9図のように7五歩にすぐ6五歩と、角交換する手順があり、先手には8三角や6一角、8二比には7一角など、角を打ち込む隙が多くある。以上のことから、 虚尾車は3二銀五四歩待機型に対して、さらに後手つがいでもさせる、新たな対策が必要となっていた。この定石の一飛車側は、左銀待機型に対して、袖飛車から3五歩と歩の突き捨てから、左銀を繰り出して、角頭を狙い、角交換から有利な体勢を作って、攻めるのが直接の狙いとなる。先手、後手いずれの島飛車に対しても使用できる。 左銀を5七に構えて繰り出す5七、銀左型定石の一つであり、先に左銀が4三に上がって、角頭に備えている形での4六、銀左戦方などと組み合わせて一つの定石体系となっていて、詐欺の宮定石、山田定石、4六銀左戦方、4五歩早仕掛けは、ブリッシャ側の待機方法によって使い分けることができる。これは、 先手島飛車であれば五六歩と四六歩がさされてから、一飛車側は四二金とするので、相手にもう一種子させることになり、三六歩や六七金であると、後々四四桂や三五桂が利く山田定石に、六七銀ならば四六銀左先方や四五歩、もしくは三五歩早仕掛けに移行されるからである。抗義に、詐欺の宮定石というと、このことを示している。 競技の詐欺の宮城石は、まず第一から一図もしくは、第一から四図で、五四歩もしくは五二金には六八金と刺して六四歩とさせてから、飛車を三筋に配置して仕掛ける。以下先手は三五歩同歩四六銀などという、手順で角頭を攻めていく。先手の三五歩に、単に三二一回り、三四歩に二角で、手順に四六銀と出させないようにするのは、 二四歩同歩に八飛と戻して、拒否者側が良くなり、以下三四銀なら、二四飛に三歩に八飛で、後手は動きが取れず、三四飛なら三五歩同飛に四飛三三角、二一飛なり三八飛なりの時に強く三七桂と跳ねる。三五銀と出た形は、棒銀が三五歩同歩同銀と吐けたのと、同じである。第二から一図で、先手三八飛と寄った次の後手の指し手は、 三通り、考えられる。七四歩と放っておいていなおる手、四三銀と角頭を守る手、四五歩と角交換を挑む手がある。七四歩に、先手は三五歩同歩と突き捨ててから四六銀と出る。この四六銀で平凡に三五同飛と走るのは、四三銀三六飛に三二飛と回り、次に四五歩の差だ線と二二角で飛交換を迫る手段がある。 二二角では、以下四六歩に二二角三五歩で一局。四五歩には、三三角なり二道銀は三五銀とするが、二七角三七飛四九角なりの手順がある。四九角なりは、次に三六歩同飛二七馬で、先手の飛車をいじめる狙いであるが、これには三四歩に二銀二四四銀同銀、同飛二二角と引かせ、一八角が三六歩を防ぐと同時に、 5九金で馬を殺す手が残る。3八歩と垂らすなら、6九金と引いて手厚く、馬を取りに行くことになる。4五歩3三角なりに同桂と取り、3五銀に7角3七飛4九角なりとなるのは3、3四銀と進む手があり、3六歩同飛に7馬3九飛に8馬3五飛で、次の3三銀りが厳しい。5手の7四歩型は、玉が広くなる反面、 このような変化で桂を渡す順になると、八六桂がぴったりの攻めとなってしまう。ゆえに、後手は三六歩の手筋で、同飛と取らせて二八の地点に隙を作り、角の打ち込みに期待する。二八角以下の指し手は、三七角同角なり同形に八角である。四三銀ならば、第二から二図のような進行になる。第二から二図以下は、三二飛三五銀一五角。 三五銀二五一角では、三四歩で抑え込まれるので、結果一五角とするが、先手はすぐに一六歩と最速することがある。四八二銀がいるので、通常の右銀三八飛戦法と違って一六歩と、でき、以下三七歩は同銀から三六銀一五歩。一六歩以下の指し手は、四八角なり同金五九銀六八銀なり、同金三六歩同銀四一銀。 四六歩に対して三七歩と打っても、銀がいるために同銀と取られ、一五歩で攻めにならない。そこで四八角なりから五九銀は、先手は素直に五八金右と応じる。以下三一一引き、五二銀なり同金二二角三二飛三四、銀なり二二飛四四角で、一人と七一銀を見せる。ただし一五角一六歩四八角なり同金二二七銀三七飛二八銀不り三。 6比1球銀なり4一角二球なり銀もある。この手順を避けるには3二比2五七銀上で、あらかじめ角切りに備えておく手もある。以下4二角3五銀3四歩4六銀引き、3三桂には3七桂とし、2五桂ツラ同桂に4歩には2三歩で飛車を回らせないようにする。以下2五歩に8比3五歩に5比に4歩に9比、などの進行で一局となる。こうして、 先手が四六銀と出たときに、すぐに三二飛として飛車側にやや抑え込まれる、順よりも、振り飛車側が、角交換を挑む手が考えられる。三五歩と突き捨てて四六銀と出たときに、四五歩と突いて、角交換を挑む手である。四六銀に四五歩三三角なり同形三、五銀に五桂三四歩三二飛が主要な、定石である。 途中先手から3三角なり同形と、角交換してから3五銀と進める形で、桂ツラを裁かれるのは、いやと、単に3五銀と出るのは、八八角なり同玉3二飛3四歩4、九角がある。この時、島飛車側には、常に二七角と打つ手や、三四歩、三七歩等の手があって、拒飛車側は最新の注意を払わないと大変である。 二五桂に三四歩三二飛と回る。この手で三二歩と受けるのは、二八飛に四歩同銀。以下三四銀三五歩に三歩の時三三。銀なりのなり捨てが攻手で、同歩に三四歩と銀を通れば、ふなりとかつら取りがあるので、後手はこの順を避けている。後手の三二飛以下一一高型をついて三三角、一二高一五角なりと指すのが主要な変化。 三二比以下三三角二二七角は二八比三、六角なりに六人の手順が知られた。その一方で一二高型だった場合は三三角よりも六六角、または三六比が有力。後手番での詐欺の宮城石ではブリッシャが九八、高型になっていることが多く、むしろ四四角、または七四比が有力となる。ブリッシャ側の六四角の反撃が有力手段である。ため、 できればブリヒシャが六四歩型であることが望ましい。六六角、または七七角と、自陣から、遠見の角を打つのは、三四銀と歩を払い同銀三七歩に八飛、三四飛に五飛三八歩への変化となる。三二飛に三六飛と浮いている手について、以下に七角に六飛四九角なりに五飛三、四人同銀同飛に三飛なり三八飛なりの変化が考えられるが、 ここから、一六角二七歩に一流三四歩三九歩、もしくは三八ひなりに、すぐに三九歩と打ち、四八流同金同馬三五角の変化でも、際どいながら、先手が残っているが、この順は五手がたくさん駒を持つ分手陣が薄くなる。三二飛に、重い手になるが三三角と打ち込んで、五手の飛車の裁きを抑えるのも、この角は、質駒ともなるが、飛車で取ると同不正が、 銀に当たるために、ほとんど取れない角になってはいる。途中に七角に変えて3七歩と打つのは、同形と取り、2六銀と引けば、前述の順と同じことになる。3六角なりに六銀となると、いかご手が3四銀かに4歩なら1一角なりと、甲を取っておいて、次の3九甲と打つ手がある。3七歩は同形同形なり、同銀上で、正確の行き場がなくなる。また、 第2から1図から4五歩もよく指されていた。これには同角なりに同銀で3一角が多く見られ、後手が4四,四角や6五歩とすると、先手は7七,七桂から3九飛3七桂とし、拒否者側は地下鉄飛車にして陣形がほぼ崩れることなく、主導権を握って有利に指すことができる。このため、第2から4図で島飛車側は4四,四銀として3。 三つのうちを狙いつつ五五歩同歩同銀と六四の歩に紐をつけてから四一飛を狙う指し方がある。このほか三八飛に三一角を事前に防ぐ四、一飛や四三金、六五歩などが指されていた。四一飛や四三金には今度こそ三七銀と棒銀に出ると出足が早く振り飛車の陣形が整いにくく主導権を一飛車側が握れ、 六五歩には三五歩同不同比から三六飛三七 k 四五歩の狙いと、素直に六六歩同不同銀から六五歩と、暗い取りにする差し方とが生じる。なお、米長によればこの戦法は、プロ騎士にとっても難解、複雑な戦法であり、初段以下には進められないものである。勝つときは、苦労し、負けるときはひどいもの。どのような変化になってもやはり玉は、 振り飛車側が固く、これを差しこなせたら、立派な有段者、といったものであるという。イメージと読みの将棋官にによると1982年の出現以降、基本図の類似局面の63歩一二項型が2010年まで34局、刺されており、その線形では先手が13勝21敗となっているという。こうして振り飛車側は、三二銀型島飛車に対して、 先手拒否者側が5七銀左の構えを見せた場合、6三歩一に高型で対応していた。同書で、藤井武氏は、詐欺の宮城石は、基所ではうまくいかないとして紹介されているとしているが、実際はあご手が勝ちにくいとしている。羽生善治は結構複雑でどっちを持ってもいい勝負になる、谷川浩二も山田城石と比べ、先手が変化できそうなところがあるとしている。 その後、振り飛車側と哲いの場合、先手の57銀左に54歩や64歩を省略し、先に12項や14項として待機する指し方も、するが、これには68金を省略して38比という、指し方がなされた。振り飛車先手でならば98項とも6歩が入って、いるので振り飛車側も対処が可能であるが、53歩型で43銀は35ほどオフ46、銀以下。 先手の攻めが続く。よって後手は4三銀を上げずに5四歩か6四歩で待機することになる。5四歩には、先手は6六歩とし、以下6四歩3五歩同歩4六銀4五歩、3五銀6五歩五七銀6六歩同銀3四歩、同銀などの順が予想される。以降同銀2六六角なら同角3三歩5、七金6五銀8、八角3四歩6八飛。8比 七六銀二に2角なり三三桂七七歩。一方で同銀二四六歩ならば三三銀なり同桂九七角四七歩成四二角なり五。八と六二歩。同金上五二馬同金五八飛四七角二。八飛六七銀同玉六九角なり三五角。などとなる。六四歩の場合は、三五歩ならば同歩四六銀四五歩三三。角なり同銀三五銀四六歩同歩二七。 各37比54角なりなど。このほか、拒尾者は68金上といって待つこともある。以下74歩ならば、35歩同歩同比43銀4六歩3二比4五歩同歩4四歩2に各3二ひなり、同銀 37K4 六歩5五角29広六 6, 6歩で、次に43歩正5五角5二との狙いが生じる。74歩に変えて14歩ならば、これを1六歩と受けると、 以下43銀3五歩同歩46銀4五歩、3三角成同桂三五銀2五桂ツラ3四歩、3二飛3六飛4九角の進行で、この時端の付き合いがあるので1八角がない。従って1四歩ならば先手は5五歩とし、以下は43銀3五歩で、3二飛ならば3四歩4二角4六歩3、4飛同飛同銀3二飛という進行が、知られている。 途中三二比では同歩もあり、以下は四六銀四五歩、三五銀三四歩、同銀同銀同比四六歩五七銀だ四七歩勢、同銀四五銀三五比四六歩三八銀で、次の三七系を見る指し方である。この三二比があるので、最初にも、ドット五手一二項のところでは一四歩として三八比に、六四歩六八金一五歩と、藤井武氏によって、 足を突き越す指し方もなされた。12項の時同様に5個歩ならば、イカぶり飛車側は4三銀3五歩3二飛三3四歩、4二角4六歩3四飛動飛動銀と、進んだ時に3二飛の打ち込みでは今度は、飛車が狭くなっている。従って1、1五歩には1飛車側も3五歩同歩を先に、してから5個歩とし、以下4五歩には3五飛で、次の3七桂の活用。 43銀ならば46銀45歩35銀34歩同銀同銀同比4、46歩57銀7度と進めている。ありがとうございます。